2月28日、愛媛県美術館で、公募第33回地点、正木町を描く絵画展が始まりました。これは全国各地、四季折々の地域の風物を全国から募集した絵画展で、今回の題材地は正木町です。会場には油彩画、水彩画、日本画などで描かれた正木町の風物詩である裸麦や半切漕ぎなど特徴的な風景が描かれた作品194点が展示されています。この展覧会は地点といって各地域の素敵な風景を描く展覧会となっています。で、今回は正木町を描く展覧会なんですけれども、正木の素敵な風景がたくさん描かれています。今回は、正木町、去年の5月にみんなでスケッチ会に行きまして、裸麦の生産地でありますので、裸麦を描いたり、正木のエミフルですとか、あと正木の子どもたちが半切り競争って言って、たらいの桶に入って海で競争するっていう風物詩っていうのがあるんですけれども、それを描いている人たちがたくさんいます。1人3点まで作品は描くことができますので、1人2点3点出して、はい、頑張ってます。地点ではその町のいいところがたくさん描かれています。今回は正木町のいろんなところが描かれているんですけれども、こんな場所があったんだなとか、あんまり知らない風景だなっていうところも実はあったりするので、ぜひそういったところを探しに見に来ていただければなと思います。この公募第33回地点正木町を描く絵画展は、愛媛県美術館で3月4日日曜日まで開かれています。正木町の魅力が描かれた作品展に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。